にちは、清志郎です。今回はトリッキングをこれから始めたい人向けの技をいくつか紹介していきたいと思います。でここで朗報です。今回紹介する技は全部マットなしでも練習できます。これかなりちょっと有力な情報だと思うので、ぜひやりたい技を見つけて、ぜひやりやすい技から練習してみてください。では早速紹介していきたいと思います。以上の技がトリッキングを始めたい人向けの技たちになります。これらの技は芝生などでも練習が可能なので、ぜひ練習してみてください。芝生で練習はできるんですけど、それでも怪我には十分気をつけて練習してみてください。では今回の動画はこんな感じで終わります。ありがとうございました。